ヨハン・ゴットフリート・ピーフケは、ドイツの作曲家、カペルマイスター。当時のコンサートを伝える広告ピーフケは1815年に、ポズナン大公国のスクビエジナに、オルガン奏者のヨハンとその妻、ドロテアの間に生まれた。1835年、ピーフケは、フランクフルトの第8敵団兵連隊に、大ボーイ奏者として参加。1838年、ベルリン芸術大学へ、 タヒエンベルグ校の娘と結婚した。1843年には陸軍に戻った。1852年ベルリン市民は総出で彼を迎えた。そこで彼は自身の作曲家としての才能を伸ばした。それは聴衆そして専門家も認めることになった。1859年から音楽合唱団の監督であったピーフケは、1865年、ビルヘルム一世の何より、 王立音楽監督を6年間務めた。1864年、第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争に参加し、学隊を率いて、友軍を鼓舞した。1866年には、広島戦争へ、また3年後には、不屈戦争に参加した。この戦争のメス行為戦中に、病に侵されるが翌年には復帰した。戦後、クラシックに身を捧げコンサートを開催。 またツアーも行った。ピーフケは1884年1月25日、フランクフルトアンデアオーダーにて69歳で死去した。ありがとうございます。